お疲れ様です。まあ効果音が入ったり切り替えがあったりね、テロップが入ってると視聴者さんにはまあ伝わりやすいですよね。うん、だからできればそういう風にしたいんですけども、時間かかりますからね。うん、でもそれよりも一つでも多くのメッセージを、価値を伝えた方がいいのかなと思っちゃいますけども、まあいい感じでバランス取らないといけないってことでしょうか。うん、まああのね、人間ってね、7秒ぐらいで画面が切り替わると注目を続けることができるらしいんですよ。だから7秒ごとにアップにしたり引いたり横から撮ったりみたいなことをすると、最後まで話を聞いていただけるみたいですよね。それからまああのテロップがついてると、あの喋ったことの意味が分かりやすくなるっていうのがあります。であとね、説得力を増すんですよね。あの聞くだけではなくて見れるっていうところから、見やすさ聞きやすさっていうのも出てくるのかもしれません。うん、やっぱりね、できれば全テロップなんですけども、まあすごい手間ですからね。はい、そんなところがありますんで、これからも頑張っていきましょう。お疲れ様です。